こういう現場をきちんと見た上で発言するのが小泉一馬、長野市議会議員です。おはようございます。長野市議会議員小泉一馬、あのオレンジの人、今日も街頭演説やってきました。小泉は今日この頃バス、公共交通機関をどうやって残すかっていうことに割と関心が集まっているんですが、であの件あったじゃないですか、大岡市野の伊線長野市営バスで運転手さんが、あ、やべえって、もう45分も遅刻しちゃったよっていうことで、6時30分発の始発が45分も遅れてしまった朝寝坊自発事件ですよね。でこれについて、まあその朝寝坊ってこともね、きちんと伝えてるのは小泉一馬だけなんですよ。信濃毎日新聞よりも信用がある小泉一馬だけなんですけれども、でそれにつけてもね、現地どういう状況なんだろうって見とかなきゃいかんなって俺は思ってたわけ。25日行ってきました。25日だけど夏休みになっちゃったから、やべえな、まずかったかなとか思いながら行ったんですが、あのね、運よく、通学にね使ってるんですよっていう学生さんに会うことができました。でやっぱりね、その時は困っちゃって、親御さんに送ってもらいましたっていうことでございました。まあね、普通に乗れてれば篠ノ井駅まで行ってね、そこから信濃鉄道に乗り換えてっていうことができるようにはなってみたいです。だからそれに合わせてバスのダイヤっていうか、バスの何ダイヤでいいの、ダイヤも組んであるんだけど、それせっかくそうやってんのにできなかったら帰って困っちゃうじゃねっていうことなんですよね。当てにしてるんだから。待ったって来なかったんですよ、議員さんっていう おばちゃんいた。おかしいなって、もう行っちゃったんかね、お行っちゃったんかやって畑のおじさんに聞いたら、いやまだ来てねえぜって、そういうことで待ってたんですよっていう、本当に暑い中お疲れ様だったと思います。そういうことね、やっぱり行ってみないとわからない、乗ってみないとわからない。6時半、まあ、6時半にね、大岡の師匠前に行くには大泉一馬5時に起きて行きましたけれども、まあ行って使ってみただけのね会話あったと思いますよね。大岡から出て篠ノ井の終点まに行くまでね、ご利用なさった方が1、2、3人か、うん、そんなもんなんですよ。3人なんですよ。で3人って言ったって、このバスが動くと動かねえじゃ地域に住んでる安全感も全然違うよねっていう話も聞いてまいりました。だからやっぱりね、田舎のバスだから動かなくたってまあいいじゃねえかって、少ないからね人が、動かなくたって遅刻したっていいじゃねえかって、そういうことを言う人もツイッター上にいたけれども、現地に行って話を聞けということなんですよ。やっぱり人の力、バスを動かす人の力っていうのもすごく大事なんだなってことを、実際ねドライバーさんと話しながら、そういうなんていうの、感触も得てきました。っていうのはね、もう山道じゃないですか。その山道に向かう手前で細くなってる道があるんですよ。で普通の、 あの車がまあ1台通れるよねっていう道をバスが行くんですよ。でそこね、市営バスじゃなくて路線バス、つまり長電アルピコのね、あの路線バスも走ってるんです。でそれがこう行き違いになっちゃったらお見合い状態じゃないですか。お前下がれ、お前下がれの世界になっちゃうんですよ。だからその市営バス、あの大川村自体からやってる人がね調整して、じゃあこのバスはここでこの時間待っててください、その間スルーしていくから行ったら通ればいいよねみたいな、きめ細かい運用運行打ち合わせしてくれる人がいるんだそうです。そういう生き字引みたいな人ね、まあ主って言ってましたけどね、その時の運転手さんは、その運転手さんは主じゃなかったみたいですけれども、主がいるんだそうです。でそういう方をねきちんと大事にしていかなきゃいけないし、またその人だってね、もうお年だそうだから次の人に譲っていかなきゃいけないじゃないですか。そういう核になる人を育てていかなきゃいけないっていうことも考えなきゃいけない。これ長野市営バスですかね、それ長野市の責任ですよ。でまたはそのマニュアル化することができるんであれば、きちんとマニュアル化して
路線バスのねバス事業者とは調整しながらスムーズ円滑な運行に努めるんですよみたいな書き物ね、で伝承していくとかそういうなんかの工夫をしていかないとダメだよね。だその人が主が引いてもたまに来て様子見るとなんか顧問的な非常勤待遇であんまり給料出せないと思うけどちょっとねもうちょっといてくださいっていうことをやるとかね、そうやって次の人育てていくとかさ、そういうこともやらなきゃ実際はうまくいかないのかもしれないなってことも小泉一馬見てきました。こういう現場をきちんと見た上で発言するのが小泉一馬長野市議会議員ですから、皆様それよろしくお願いいたします。寝坊はもうダメだよっていう取り組みにも生かしていきたいし、大岡篠ノ井線をはじめとしたバスのね残す取り組みに生かしていきたい、それに生かせる視察になったと思う小泉一馬。大岡篠ノ井線の始発に乗った市議会議員は小泉一馬だけです多分。